ホームの大宮アルディージャの今日のメンバーです。ゴールキーパーが志村、岡庭が先発です。新里、袴田、小野の最終ライン予想です。中盤は芝山、栗本、矢島、新谷、奥抜き、菊池、川田という、まあ、この2トップで予想しています。トップ力もあります。溜めてこの間に岡庭も上がってますが奥抜き、うん、奥抜き、岡庭からのボールファーサイドへ抜けた先には矢島新也がいます。小野もフォローの動き、矢島新也入れてくる、川田の向こうが柴山、大宮アルディージャ先制。点がとにかく欲しかった柴山の一発。いや、開始3分での先制点です。素晴らしい形でしたね。右からクロス入って抜けて左からやり直して今度決めましたね、はい。まあ、こういった形で左右揺さぶってクロスが、ね、少し短かったんですけど、ここから矢島選手精度の高いボール入れましたね。前に潰れて、はい、柴山選手左足得意の足でのゴールと、これ難しいですよ、ワンバウンドしてるんでね。いや、しっかり入ってきてますね。ゴールは初ゴールです。今季初ですね、リーグ戦初ゴールです。アシストは多いですけど、はい、ここでゴール決めたの大きいですね。岩竹、中村、低いボールで入れてきて、うん、こぼれて伊坂善、もう一回中村、小川がマイナスにいる、うん、中村匠、細かくステップ踏んで入ってきて伊坂善へクロスボール、松浦抜けた先に亀川、来た、中を切りながら奥抜きのディフェンス、小川抜きに行きましたが、袴田、袴田いいカット、泉沢、うん、奥抜き、泉沢中に行きます。川田も中、柴山も中、奥抜き、勝負もできる、奥抜き、もう一つ行く、奥抜き、奥抜き、折り返し、柴山が決めました。2点目、今日2点目、柴山再びリード、オミアルディージャ2対1。見事なショートカウンター。どこから戻した、袴田もいいプレッシャーでしたし、いや、そうですね、奥抜きの突破も良かったですね。まずは袴田選手の守備じゃないですか。ここで入ったボールをしっかりと読んで奪い切って、これですよね、はい、ここで前に運びますよね、泉沢選手。そしてここから奥抜き選手突破、ここまで深い位置行きましたね、はい、あとは合わせるだけ。野手からポーの突破、ポーの力、素晴らしかったですね、はい、突破も素晴らしいですし、ここに入ってきた柴山選手ですね、いや、素晴らしいです。現状柴山が今日2点目を取ったということになっています、はい。まあ、奥貫選手非常にスピードもあるので、はい、ああいった形で前を向けると非常に自信持ってプレーできますよね、はい。小川、松田、サウロ、ミレーノ、奥貫、おお、いいですね、奥貫、お、奥貫、取った、奥貫、奥貫、クロスバー、すぐにリスタート、新里、裏、富山がいますが、おお、抜けた、富山、いや、富山、こういう形、思わぬ形でしたが、ただ諦めずに走った新たなキャプテン富山、大宮アルディージャ3点目、再び前に出ます。そうですね、このロングキックから、あ、岩竹選手と重なっちゃいましたね、ブローダーセン選手のそのコミュニケーション、うん、難しいところですけど、真横でもここ狙ってましたね、まあ、長いボールへしっかりと入っていく、うん、いや、気持ち表れてますよ、このゴール奪った後の叫びですよ、はい。3対2、大宮見事に、いや、本当にいい試合でしたね、最後の最後まで、戦い抜く姿勢、いや、感動しました。